はい、ではですね、続いて、ゲームの動きに即した、ドリルということで、最初にやった一歩助走を、3本連続で打つというスパイク練習をしたいと思います。このドリルの意図としては、当然試合中に、打って下がって打って下がってという、前後の運動が入ってきますので、それを、意図的にやらせることによってゲームの中でもスムーズな動きを作るという意味で、このドリルを行います。ではお願いします。では実際に打っていきますけども、当然打って下がって打って下がってという動作なんですけども、最初ジュニアの子たちとか、体の動きがまだスピードが出ない子たちには、打って、しっかり下がってそこからスタートするというテンポをゆっくり行ってもらっても構いませんので、しっかり前に上がってきたら下がる、前に上がってきたら下がるということをしっかり、覚えさせてあげてください。では最初はゆっくりのテンポからスタートしていきたいと思います。ではいきます。はいはい、下がります。はいはい、下がる。はいはい、ではもう一度ゆっくりいきたいと思います。はいはい、下がる。はい、下がる。はいはい、ではスピードを少し上げていきたいと思います。その際ですね、コーチの先生、ボールを上げる先生の、注意点としてですね、どうしてもスパイク打って下がるという動作に慣れてない選手は打ってワンテンポを間が置いてしまいますので、単純なことなんですけども、打って着地したらはい下がるということを声をかけてあげることによって意識して早く下がれるということもありますので、そういう声掛けも先生方は気をつけてあげてください。では行きたいと思います。はいはい、座って、はい下がって、はい OK、 はいはい下がって、はい下がって、はい、以上のようにですね、早いテンポで、する場合には選手はどうしても連続で動作というときにポッと抜けてしまうことがありますので、先生は先生ではい下がって、はい下がってというような形で声をかけてあげることによって選手の動作も機敏になりますので、選手だけの意識じゃなくて先生もそういう意識を植え付けられるように声をかけてあげて、連続の実際のスパイクに即したチームの流れに即した動きというものをドリルの中で選手に植え付けることによってスムーズなゲーム展開ができると思いますので、ぜひこういうドリルもやってみてください。